事だ。シンデレラ、聞いてますか。体が熱い、喉がヒリついて、声が、私こうなってしまったの。シンデレラ、あなたは何者かに焼殺されてしまったのですよ。灰になるヒロインなんて前代未聞です。誰にやられたのか覚えていますか。わからない。仕方ありませんね。もう一度力を貸しましょう。魔力を大量に使うので感知するまでに時間がかかります。しばらくは安静にしてください。姿が元通りになったら死んだ事実を変えるために昨日に戻ります。ですがこのままでは同じ時間に同じ末路をたどることでしょう。さあ思い出してシンデレラ、昨日何があったのか。画面に落ちてくる魔力のかけらを集めてシンデレラの回復を助けてあげましょう。ボーナスタイムを活用して魔力のかけらをたくさん集めることもできますよ。シンデレラ、自分のことがわかりますか。何せ残らず灰になっていましたからね。記憶を整理しておきましょう。ええ、大丈夫。私はシンデレラ、本当の名前は様と母様に育てられたけれど、母様は早くに亡くなってしまって、しばらくして父様は再婚したの。でも再婚して間もなく父様も亡くなって、お母様とお姉様たちは私の部屋も母様のドレスも父様の財産も奪ってしまったわ。私は毎日早くから遅くまで働かされて、まるで召使いのよう。お洋服も寝る場所もなくて、いつも灰まみれ。お母様たちには灰かぶりのエラ、シンデレラと呼ばれているわ。灰かぶりどころか灰になってますが、聞くに絶えない仕打ちですね。逃げ出そうとは思わなかったのですか。逃げ出す？どこへ？私一人で生きてなんていけないわ。それにこのお家には父様と母様の思い出がいっぱい詰まっているもの。母様はおっしゃっていたわ。どんな時も希望を捨てず心清らかに生きなさいって。私母様に恥じない生き方をしていくつもりよ。ご立派な母君ですね。母様は早
しまったけれど、大切なことをたくさん教えてくださったの。生きていくのに大切なこと、本当にたくさん。お料理、お洗濯、お掃除だって、どれもメイドに任せきりにせず、たくさんのコツを教えてくださったわ。母君のことはよく覚えているようですね。それでは、灰になってしまったきっかけは何だったのでしょう。あれは、そう、ある日、お城から招待状が届いたわ。王子様のお誕生日の前日と当日、盛大な舞踏会があって、国中の女の子が集められてお嫁さんを探すのですって。お姉さまたちはとても楽しそうに着飾っていて、本当に綺麗だったわ。姉たちのドレスはもともとあなたか母君のドレスだったのでは。なぜそんなに楽しそうに話せるのですか。いいえ、ドレスは仕立て屋さんをお呼びして新しく作ったものよ。色とりどりの布にリボン、たくさんのアクセサリー、キラキラしていてとっても素敵だったわ。綺麗なものって見ているだけで楽しくて、辛いことなんて忘れてしまうわ。上のお姉さまには赤いビロードの生地、下のお姉さまは黄色い花模様の生地、袖口にはレースをつけて、それに腕利きの美容師さんもお呼びして、どんな髪型が一番似合うかいろいろ試してらしたわ。姉たちのドレス選びや髪結いまで付き合ったのですか。ええ、美容師さんは予約がいっぱいで、私が髪の結い方を覚えないといけなかったから。国中の娘が呼ばれるのですから、確かに予約も埋まるでしょうが、だからといって自分はのけものにされているのに、なぜそこまでできるのです。舞踏会に行きたくて泣いたりもしたわ。けれど母様のおっしゃっていたことを思い出したの。いつでも気立てよく、どんな人にも優しく接しなさいって。正直者は損をすることもあるけれど、必ず救われる。そしてもし救われるようなことがあったとき、誇れるように、普段から恥ずかしくない自分でいなさいって。だから私にできることがあれば、その時その時精一杯頑張ろうと思うの。母君はあなたをご自慢に思っていることでしょうね。一度はお願いしてみたのよ、舞踏会に連れて行ってくださいって。反応はどうだったのです。舞踏会で履くお姉さまたちの靴を磨いたら考えてくださると言われたの。フロアで滑らないように、それでいて一番美しく見えるように、私心を込めてピカピカに磨いたわ。けれど新しい靴を作ったからもういらないと言われて、ドレスも靴もない私を連れて行けば恥をかく、
ばれたわ。私、ダンスは得意なのよ。本当の母様に習ったの。美しい心は姿勢や仕草にも出るものよって。首と背中はまっすぐに、指先つま先はしなやかに。母様の仕草は本当に流れるように優雅で美しかったわ。母君は素晴らしい方だったようですね。ええ、それはとっても。母様がおっしゃっていたの。人知れず良いことをしていれば、はしぼみの妖精が困った時に力を貸してくださるって。それは童話か何かですか？ええ、母様が毎晩寝る前にお話ししてくださったの。母様はたくさんのお話を聞かせてくださったわ。海の先にある国のお話や、まだ知られていない動物や民族がいるというお話、それに特別な力を使える人々のお話。きっと魔法使いさんのことだったのね。母君は博識な方でもあったのですね。この能力は疎まれ、秘密にされがちなので、文献はあまりないでしょうに。母様はご本が大好きだったから。魔法を使う方には体のどこかにあざがあるのですってね。あなたにもあるのかしら。女性に興味を持たれるのはやぶさかではありませんが、いささか性急かと。嫌だわ。 そういう意味じゃないのよ。もう変なこと言わないで。傷や火傷はすっかり回復したようですね。本当、もうどこも熱くないわ。でもみすぼらしい服のままなのね。服にかけた魔法はもう溶けているのです。そうね、だいぶ時間が経ってしまったものね。でもヘーゼルと初めて会った時は驚いたわ。おや、私の名前を思い出しましたか？あ、そういえば。嫌だわ。私、どうしてこんな大切な名前を忘れていたのかしら。ヘーゼル。そう、あなたはヘーゼルだわ。すべてが灰になっていたのですから、記憶を司る脳も。それだけ回復したということですよ。そういえば昨晩お会いした時はキッチンの隅で膝を抱えて泣いてましたね。言わないで、恥ずかしいわ。泣くつもりなんてなかったのよ。でも私だって年頃の女の子。綺麗なドレスに新しい靴、髪を結ってメイクをして、とびきりおしゃれをしたかったわ。母様がいたら一緒に舞踏会に行けたのかな、なんて。けれどこんな姿母様がご覧になったら悲しむかしら、とかいろいろ考えてしまって。
ました。素敵。またこのドレスを着られる日が来るなんて。でもこんなに何度も魔法を使ってしまっていいの？傷も治ったようですし、つつましい服を着続けることもないでしょう。さて、肝心の死因や犯人に関しては何か思い出せそうですか？そうね。お着替えをして舞踏会に向かって。オレンジが絞られていくのを眺めていたら。
後ろから話し声が聞こえたの。王子様には公にはされていない双子の子兄弟がいたという噂があるんですって。でも私たちが知っている王子様はお一人だけよ。だからもう一人の王子様は生まれてすぐに亡くなってしまったのではないかしらって。でもご婦人がおっしゃるには王家に生まれる双子は不吉の前兆とされているから、生まれてすぐにその旅立たれるのだとか。つまり処分したと。もうはっきり言わないで。けれどご婦人はそうじゃないとおっしゃっていたわ。もちろん噂よ。貴族のうちのどなたかがもう一人の王子様を秘密裏にお育てになっているとか、あるいは人飼いの手に渡ってしまったとか、はたまた異国の地で一山当ててコインのデザインに起用されたなんて話もしていたわ。最後のが事実だったら面白いですね。そうね、ご両親も誇りに思うんじゃないかしら。処分したはずの王子がコインになってですか。あと他にも何か大切なことを聞いた気がしたのだけど、何だったかしら。シンデレラ、一つ聞いてもいいでしょうか。何かしら。ご両親を恨んだりはしなかったのですか。どうして。父君が再婚した女は子連れで、あの通りです。母君が亡くなられなければ父君も再婚しなかった、そう考えることもできます。シンデレラ、あなただって人の子だ。何も思わないことはないでしょう。そうね、王様が早くに亡くなってしまったのはもちろん悲しかったし、とても寂しいわ。父様が病に伏せた時もお母様が会わせてくださらなくて、満足にお世話ができなかった。親不孝な娘だとお思いかもしれない。泣いてしまう日もあるわ。けれど私の胸の中には父様がくださった愛情と母様の教えが残っているわ。私が両親を恨むなんてこと最初からありえないの。野暮な質問でした。今までのシンデレラの発言から鑑みれば、聞くまでもないことでしたね、シンデレラ。気になさらないで。母様の話を聞いてもらえて、私今とっても嬉しいのよ。舞踏会に出かける支度をしましょう。まあ、また魔法が見られるのね。とっても楽しみ。さて、昨晩も伺いましたが、かぼちゃは本当に
これしかないのですか。ごめんなさい、今はこれしかないみたいなの。畑からいただいてくるにはちょっと時期が良くないわ。これランタンじゃないですか。お祭りで使ったのでしょう。この顔は私が彫ったの、力作よ。中身もくり抜いてあるし、乾燥もしてるし、生よりいい点もきっとあるわ。まあ昨晩もこれでやりましたから、もうそれでいいですよ。ネズミはまだ罠の中にいますね。ネズミ捕りに何匹か残っているはずよ。見てくるわね。大変、ネズミなのだけど、猫に半分食べられてしまったみたい。これは明るいところでは見たくない状況ですね。どうしましょう。今から新しいネズミ捕まるかしら。もういいです、これでなんとかします。まあ、あなたって本当にすごい魔法使いなのね。姿を見て悲鳴を上げないシンデレラに驚きです。だって他人事じゃないんですもの。親近感すらあるわ。スケルトンに親近感持たないでください。馬と馬車が合わさると、すごくあれね、豪華だわ。どうせトカゲも生きのいいものは手に入らないでしょう。スケルトンやゾンビに馬を任せるわけにいきませんから、御車は私が務めますよ。それと靴も渡しておきますね。そういえばこれだけは魔法じゃないのね。魔法が解けた時に裸足というわけにいかないでしょう。森にはヘビもムカデもいるんですよ。まあ先日渡した靴は炎の熱で割れてしまったようですが。もったいなかったわね。舞踏会への準備はできました。いよいよシンデレラを昨日に戻すための魔力を貯めます。その前に大切な話をするのでよく聞いてください。シンデレラは昨日焼死しています。本当はその原因を思い出しておきたかったのですが、もう時間がありません。だから昨日へ戻ってその原因を突き止め回避します。うまく回避すれば今は改善されて、シンデレラは王子と幸せに暮らせるでしょう。ですが失敗した場合、やはりシンデレラは灰になります。なんだか怖いわ。私はどうして灰になってしまうのかしら。それを確認するために昨日へ戻るのですよ。ただ今のシンデレラは
生き返っています。昨日には戻らず、シンデレラを捨てれば全く違う人生を選ぶこともできますよ。その場合、ご実家とはお別れですが。わあ、素敵。またお城に来られるなんて。油断しないでくださいね。結局、焼殺された理由も時間帯もわからないままなのですから。大丈夫よ。きっとうまくいく気がするの。シンデレラの話が本当なら、モーセの十戒が見れたりするのでしょうか。どうしたの？いいえ。さあ、気をつけて。馬車は裏手に隠しておきます。魔法は念入りにかけましたが、0時の鐘が鳴り終わる前に戻ってくるのですよ。はーい。なんて美しいプリンセスなんだ。君の美しさに皆がおののいて道を開けてくれたよ。そんな、恐れ多いですわ。皆様、とてもお美しい方ばかり。私なんて霞んでしまいますわ。それに誰よりもお王子様がとてもお美しいですわ。あら、このお顔どこかで。君はとてもつつましいんだね。ダンスをお願いしても。軽やかなステップなんだ。君はダンスまで美しいんだね。王子様のリードが素晴らしいからですわ。ありがとう。でも君の動きは本当にしなやかで優雅だよ。ありがとうございます。母に教わりましたの。ああ、曲が終わってしまった。楽しい時間はあっという間だ。私、飲み物をいただいてきますね。巡査、失礼いたします。そういえば、そろそろ貴婦人たちの噂話が聞こえてくるはずよね。でね、うちの主人ったら。まあ、お暑いですわ。ごちそうさま。そういえば、あのお話、ご存知です？ああ、王子様の？本当なんですの？その、双子のご兄弟がいたなんて。それも、不吉な。な形のあざがあったそうなんですの。あら、なんてことでしょう。なんでもそのあざが恐ろしい能力を持つ者だけに現れるという印と同じ形だったらしいんですのよ。まあ、恐ろしい。顔にあざ？恐ろしい能力を持つ印。ヘーゼル、ごめんなさい。やっぱりお城へは行けないわ。どうしました？怖いわけじゃないの。でも行って原因を見つけて、焼殺されずに済んだとして、
しら。王子に見初められて結婚するのでは。王子様と結婚、それは幸せなのかしら。何を言っているのですか。この国で一番幸せなことですよ。私には身分不相応だわ。王子様に選ばれて結婚したとして、幸せなのは束の間。きっとまた命を狙われるわ。可能性はありますね。それでこれから先どうするのです。世間的にはあなたは焼死したことになっています。元の家に戻ることはできません。そして昨日へは戻らず家を捨てるという選択をしました。ええ、決めたわ。でこれからどうやって生計を立てていくのです。秋まで仕事がなさそうですが。困ったわ。私と共に来ますか。どこへ。ありません。乗りかかってしまった船です。わあ、私魔法使いがどういう生活をしているのかとっても気に。お、考えたことなかったわ。急に興味が湧いてきたわ。ええ、そうでしょうね。正直言って予想外でした。提案した私が言うのも不自然ですが、ご両親の思い出にもっと固執すると思っていましたから。ヘーゼルのおかげなのよ。ヘーゼルの言う通り、私はあの家に固執していたわ。母様の教えと父様の愛情はこの胸にたくさん残っている。私が忘れなければ父様も母様も消えない。そのことにあなたが気づかせてくれたの。父様の財産も母様のドレスもお母様たちに取られてしまった。シンデレラという一人の人間があの家から離れてしまったら、もう誰も私のことをあの家のエラだと思ってくれない。みんなの記憶から私が消えてしまうと思っていたの。けれどもう大丈夫。ヘーゼル、あなたという人がシンデレラを覚えていてくれる。こんなにすごい魔法使いが私をエラだと証明してくれる。これほど心強いことはないわ。あなたは私が思っていたよりもずっと強い人のようですね。彼らは考えました。昨日に戻り
憧れの舞踏会へ行き、危機的状況を回避して王子様と幸せに暮らすのか。過去へは戻らず、家を捨て、全く違う人生を歩むのか。お嬢さん、ちょっとよろしいかしら。え？何かしら？どうです、シンデレラ。怪しい人はいましたか？あまり大きな声を出さないでくださいな。目立つわけにいかないのですから。魔法使いの姿では支障があるので、変装して忍び込みました。それにしたって、そんな、すごい、きれいよ。シンデレラ、髪に葉っぱが絡まっていますよ。じっとして。ああ、それに襟が乱れているじゃないですか。ほら、治りました。なんだか母様みたい。およ、情熱的な視線が。王子がシンデレラをお探しのようですね。私じゃなくて、ヘーゼルを見ていたりして。何を言っているのです。早くお行きなさい。しっかり王子の心を掴んでくるのですよ。もう変なこと言わないで。大丈夫、今度はきっとと話していたんだい。いいえ、知らない方ですわ。このドレスがどこのお店のものか聞かれましたの。素敵なドレスだね。よく似合っているよ。僕の可愛いプリンセス、もう一曲お願いしてもいいかな？私は人目につくわけにいきませんからね。もう少し橋の方へ。どうですか、怪しい人はいましたか？ううん、思い出せないのよね。特に変なこともなかったし。シンデレラ、髪に葉っぱが絡まっていますよ。じっとして。ああ、それに襟が乱れているじゃないですか。ほら、治りました。なんだか母様みたい。おや、情熱的な視線が。王子がお探しのようですね。目立つとまずいので、ここで失礼します。しっかり王子の心を掴んでくるのですよ。もう変なこと言わないで。プリンセス、誰と話していたんだい？いえ、その知らない方ですわ。僕の心を虜にしておいて、他の男とあんなに暗い場所で一体何をしていたんだい？随分親しげだったね。そんな、
お話をしていただけですわ。嫌だよ、僕のプリンセス。君の瞳は僕だけを見て、君の手は僕だけに触れて、君の髪に触れていいのも、君のドレスに手をかけていいのも僕だ。王子様、ちょっと重罪いたします。こんな深い時間に一人でお城の外に出たら危ないよ。お城に戻ろう。君は明日僕と結婚するんだよ。私うちに帰らないと。何を言っているの？二度と城の外には出さないよ。ヘーゼル、助けて！僕以外の名前を口にしないで。いや！僕のものにならないのなら、いっそ。ついてきていいのですか、シンデレラ。私が何者かもわからず、傷ついたあなたの心に滑り込んで、都合のいいように扱おうとしているだけかもしれませんよ。私、思ったほどショックじゃないの。訳もわからず、突然殺されてしまって、そして自分の過去を捨てようとしているというのに。それに、ねえ、ヘーゼルはもしかして王子様の双子なのではなくて？だとしたら何だというのです？だとしたら、いいえ、何も変わらないわ。ヘーゼルは私に大切なことを思い出させてくれた人よ。本当に変わった人ですね。灰になるわ、ひどい目にあってもへこたれないわ。かぼちゃもネズミもろくに用意できないわ。その上、王子ではなくこんな魔法使いを選ぶとは、まるで予想がつきませんよ。そうかしら。何も不思議なことはないと思うのだけど。ねえヘーゼル、もうその仮面はやめにしたらどうかしら。私、ちゃんとヘーゼルの顔を見て生きていきたい。とんだ口説き文句ですね。こちらは国を追われる身だというのに。あら、あの馬車に乗っていけば国境なんてひとっ飛びよ。そう、私海が見たいと思っていたの。の方に
しますが。まあいいでしょう。そこまで行けば私の出生なぞ誰も気にしないでしょうし、共に行きましょう。本当に私についてきていいのですか、シンデレラ。私が何者かも分からず、傷ついているあなたの心に滑り込んで、都合のいいように扱おうとしているだけかもしれませんよ。この命はヘーゼルに助けてもらった命だわ。だからもしヘーゼルが私を利用するのなら、それでもいいって言えるわ。別の国に行き、要人のつつもたせでもさせてみましょうか。そうね。私にできることなんて、そんなことしかないかもしれない。やめてください。たちの悪い冗談です。申し訳ない。笑わせてあげることもできず。いいの。感謝しているわ、ヘーゼル。シンデレラ、本当に私でいいのですか？いいえ、あなたがいいのよ、ヘーゼル。私にはもう何もない。ヘーゼルだけなの。なんだか疲れてしまったわ。いろいろありましたからね。もうおやすみなさい。ええ、そうさせてもらうわ。おやすみなさい、ヘーゼル。眠れるまでそばにいますよ。子供じゃないんだから。でも嬉しい。そばにいてね。王子が恋したシンデレラは、家を捨て、王子を捨て、謎の魔法使いと共に旅立ちました。めでたしめでたし。なんて。ヘーゼル、どうして私を助けてくださったの？助けたのではなく、利用したのですよ。私の自尊心を満たすため、王子があなたの虜になるように、ドレスや靴にはチャームの魔法をふんだんにかけておきました。王子が嫉妬で狂うほどに、たっぷりと。いいえ、そのことじゃないわ。私が灰になってしまった後よ。もしそれが目的なら、私が灰になった時点で完了。私を生き返らせてくれる必要なんてなかったはずだわ。王子のあの顔をもう一度見たくて、繰り返そうとしたまでです。何度でも何度でも。嘘ね。それならあなた一人が過去に戻って見てくればいいだけだわ。灰になった私を生き返らせるなんて、とんでもない手間だわ。
あの王子が嫉妬に狂う顔は、手間をかけるに値するものですよ。同じ親から同じ日に産み落とされて、私だけが売り飛ばされた。人手を渡り、最後に、本当に運よく魔法使いに引き取られた。この力を持っていても、扱い方を知らなければ、魔法は成立しませんからね。私は、何も知らないもう一人を苦しめるためだけに、この力を習得したのです。それも嘘。素直じゃないのね。あなたに何がわかるんです？私にはわかるわ。ヘンゼルは自分で気づいていないだけで、デリケートで優しい人よ。だから殺されてしまった私をそのままにできなかったのではないかしら。火をつけるのは予想外でした。綺麗な環境で育った彼は恋に飢えていた。初めての恋と小さなストレスを与えるだけで嫉妬に狂い苦しむだろう。私が受けてきた苦しみの何万分の1でもいい、苦しんだ顔が一瞬見れればそれでよかった。まさかあんなことになるなんて。だからもう一度やり直す機会をくれたのよね。私とあなたの兄弟に。そんな綺麗な話ではありませんよ。私は私の罪をなかったことにしたかっただけです。そのためにまたあなたを利用した。あなたなんて他人行儀なこと言わないで。今までみたいにシンデレラって呼んでほしいわ。私はあなたを巻き込んだのですよ。私もね、誰にも言っていない秘密があるの。何です？本当に気がついていない？まさかそんなことがあるなんて。嬉しいわヘーゼル、私と同じ人に会えて。今までこの力の使い方がわからなかったけれど、ヘーゼルを見ていてようやくわかったの。この力を持っていても扱い方を知らなければ魔法は成立しない。本当にその通りね。私の他にも魔法使いが。あら、いても何も不思議じゃないでしょ。でも二人だけの秘密よ。これからもずっと私のことを覚えていてね、ヘーゼル。